感じで大丈夫。はい。どうしたの？いきなり向こうに行っちゃった。9.85 マイクですね。9.90。どっちかな？9.90に感じました。すごいね。うちでね。まあさすがに、まあ、すごいね。そう、だいぶもう、ついてるもんね。そうなんだ。はい。早めに来るね。気持ち悪い。もうやっちゃってもいいよ。サポートで使えばいいでしょ。ここに付いたふわふわになる白い粉の方もちょっと持ってきました。これもあるから情報が。よし、耳。はいはい、ゆるゆる。ごめんね。大丈夫。はい、ごめんね。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 南口さん、ピースに連れてきて身体検査しちゃいます。早くやって大丈夫。よいしょっと。匂うんで、はい、またこれやってもらっていいですか？4滴垂らして、はい、歯磨きしますよね。はい、してます。4滴垂らしてから歯磨きしてください。大丈夫。聞いてくると、まあ、多少はね、まあ、全くなってたのではこともないけど。
い、じゃあこっち。まだ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 。ヘビと思ったね、今。人生変えたの？ニュアンス変えてます。はい。あ、ニュアンス、あ、なるほど。知ってないですよね。はい。こんなに勉強なって今日は少ないですね。もっと出ますよね。まあいいか。嘘っと。まあ、ちょっとある。こんな感じ。こんな感じ。ちょっとください。はい。さあ、今回と高専生さんはい。さっきの、はい、あ、危ない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 。何分ですか？100の2分。腰とお腹、はい、待って、これ当てさせて。びっくりした。出てても多分一緒だと思います、ね。はい、一緒ですか？覗いてこうやってお顔見える方がまだまだいいです。でも男性の方が好きなの。こっち見たか、そしたら腰とお腹ここになる。ついてる。目でも。本当ですか？目に入るとソフの前で待ってる。本当ですか？お母さん見えないの不安になってるのね。私が出かけてると玄関のところでチーッとしてる。本当ですか？大好きなんですね、お母さん。本当に大好き。だから、顔見えるでしょ、顔見えるでしょ、これなら。これなら見えるし、こういうのは当てれるから。お母さんしか見てない。でもこれなら、腰に当てるからちょうどいいね。お母さん見てて、お母さん見えるから。たけちゃん別人だよね。どうしよう。今度お腹見せようか。いいか、いいか。そんなに。これ、これ見えるんですよ。これ見えるときより、この腹見せるんだよ。お腹見せよう、このまま。浮いてるよ、浮いてる。マスコミはお腹に当てようと思って。お腹に当てるからね、このままね。大丈夫だから、じゃあ腰に腰に行こう。行きたいね、飛びたいね。お母さんないしね、本当に好きだね。お家でもずっとそばにいるんですね。夜寝るときだけ娘のところに。なんででしょうね。それが不思議なんですよ。そこだけがすごい不思議。小さいときはずっと私が一緒に寝てたんですよ。なんででしょうね。わかんないですけど。はいはい、分かった分かった、いるから。まだ寝るときだけ。何が、何が、たけちゃんのルールがあるんですね。たけちゃん待ってて、じゃあお腹かかる。お腹かかるのに、たけちゃんを。なんだろうね、タケちゃんのルールが何かできたんだろう。寝る時は娘さんのところに。不思議だね、なんでだろう。待って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 、見飽きない見飽きない。ずっと見てたいんだよね。もうちょっと見たもうちょっと。はい。あ、なんかこう。大丈夫、落ちて、ちょっと、ちょっと、ちょっと。はい。ごめん、ごめん、ごめんだよ。大丈夫、大丈夫、はい、大丈夫。あ、こう持ってなきゃ、ちょっと。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。起き上がっちゃうとまた一からやり直しだから。ごめん、寝たいじゃん。このままちょっとじっとしてて。すみません。あ、いい、いい、大丈夫、大丈夫。話しちゃうとまた遅い。そうですよね。ごめんなさいね。そうそれが大変。やり直しになっちゃうとまたそれがかわいそうだから。ごめんね、すぐ話すからね。うん、よいしょ。
まあ、これもさ、体調がいいと綺麗だね。綺麗なの、ね、体調が悪くなると、なんかちょっと安心して、もうちょっと待って、もうちょっと待って、もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと、綺麗だったから、綺麗だったから、もう少し、もう少し、もう少し、見てるね。はい、じゃあ、ブラッシングも終わったかな。あの採血は前7月にやってるから10月終わりぐらいやりたいと思います。採血ね、その時に届けば欲しいと思いますね。はい、じゃあ2週間ですかね。はい、はい、じゃあ終わりにします。はい。